今朝7時過ぎ、飯山市の道の駅に運ばれてきたのは根曲がり岳です。開店から1時間後には多くの客が。今シーズンの入荷が始まったのは先月27日頃で、10年以上前に比べて早くなっています。昔から考えるとまずありえなかったことですね。だいたい根曲がり出始めるのが連休明けぐらいのイメージですので、降雪量がだいぶ減ったのと、やはり雪解けが早いので春が早くなったっていうのはやっぱり一番の要因かなと思います。一袋500g ほどで価格は1000円前後、平日は50袋、週末には100袋が完売するといいます。嬉しいですね。今日孫来るもんで、長野のもんで持たせようかと思って早く来たんです。たけのこ汁作って食べさせてやろうと。お鍋を出すお店をやってまして、毎年根曲がり岳と、サバ缶をなんかキムチ鍋みたいにして食べる。月岡幸男さんは30年以上山に入って収穫する名人です。お昼時、自宅にお邪魔させていただくと、今朝作ったという王道のたけのこ汁です。いただきます。ちょっと私ちょっと味が薄いんで、すいません。でもやっぱりこのシャキシャキ感が新鮮ですね。月岡さんの家ではサバ缶と玉ねぎを入れるのが定番です。そして、柔らかいや、今取り立てなんです。飯山ではオーブントースターで素焼きにして食べるのも定番といいます。甘くて美味しいですね。蒸されたような感じで皮ごと焼くので。物価高の中、少しでも安く食べてほしいと夫婦は収穫に励んでいます。より安いものを出したいって、私らはね、お父さんと二人で出したい気持ちでいるんで、皆さんの食卓に上ればいいなと思ってます。道の駅では来週末から本格的に入荷量が増え、今月末にはピークを迎えるということです。